チャンネルテレラジオ青春野菜、見ていただいている方どうもありがとうございます。それでは早速コメントいただいております。この方はふみそらチャンネルさん、楽しかったですという、これは第58回の番組を見ていただいて、これは1週間で何曜日が好きですかっていうテーマで、あ、楽しんでいただきましたか、ありがとうございます。この方はサー君、最後の猫の鳴き声のタイミングの良さ、ちゃんとオチがつきましたねと、あ、その58回の回ね、じゃあって言った時にゃーってこうタイミングよくうちの猫ニコルが鳴くんですよ。なんかあいつ分かって本当に狙ってやってるのじゃんかって思うぐらいに本当に、まあ猫の手を借りました本当に。この方は SHOCO さん、翔子さんかな、土曜のお昼に吉本新喜劇、私も関西だったので懐かしいですと。ああ、ねえ。まあ、これは、俺が子供の頃好きだった曜日は土曜日やと。なんでか言うたら学校から終わって帰ってきたら、まあ、僕は四国徳島なんですけど、関西圏やから吉本新喜劇が流れるな。ふんわか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 ふんわって言うて、こう、あっちこっちでっちとかね、あんな流れて、それを見ながらご飯を食べてるというのは土曜日といえばっていうのは、うん、関西はそうなんですけどね。今でもそうなんですかねって、どうなんですかね、僕もちょっと、東京の方にいてるんで。でもね、なんかどうなんやろ、東京やったらお昼といえばって言ったら今なんなんやろな、昼なんですとかなんかな、バイキングとか。なんかね、もっとお笑いお笑いみたいな、お昼といえばっていう、なんかそういう時代じゃないんかな今。ね、ありがとうございます。ね、まあ今日はね、まあまあどうも武井照彦ですって言ってるんですけど、僕この武井っていう名字ってね、ふっと思ったんですよ。まあ皆さんの名字ね、いろいろあるで、自分の武井という名字って日本で何人いてるんかなって、俺ね、結構会ったことないんですよ。で調べたんですよ。やっぱりね、日本で一番多いのはまあ皆さんご存知佐藤さんですよ。おお、人数がね、187万1000人。日本中で、佐藤さんが。え？こんな少ないの ?1871万。いやいや、これ187万1000人やて。で、鈴木さんが179万7000人。ほんで、第3位が俺、田中やと思ったの。違うね。高橋さんやて。高橋さんが141万1000人。だって。じゃあ、武井照彦って、何人おんねんっていう感じですわ。そんで、一番多い人数のところが、東京都。1500位やって。1100人。で、北海道が2927位で180人やって。ほんで、まあ、俺の地元、徳島。徳島は武井という名字何人おんねんと、1595位で60人しかいてないねんて。武井っていう名字が。で、全国トータルで1328位で、1万3000人全国でいてんねんて、武井っていうのが。まあ、見てる方で武井っていう方がおられたらね、有名人で武井って調べてみたら、武井みどりさんっていう女優さん、俺知ってます、これ。1959年の生まれの方。しかいてないんですよ。今ね、要はテレビ出てはる武井壮君なんか武士の方なんですよ。僕は竹林の地区やから、いてないんですよ。ほんで、武井恵美さんもあれ武士の方やから。武井みどりさんだけや。なんなんやろな。1328位やで。ねえねえ、それ。武井。なんかこれ竹井の由来って福岡県らしい。なんか竹と飯と、それと竹井の、なんか居場所みたいな、なんかそういう、それと竹林の、なんかそういうので、なんかそこのとこから名前がこう出てきた由来みたいなもあると
いうことをちょっと調べさせてもらったんですけど、まあ、皆さんもね、名前で、なんなんやろ、自分は何位かなとか気になるかな。おーね、名前の由来とかね。なんなんやろ。で、ほんで、こんなもんあったからちょっと見て、本日相性のいいのが、竹井の相性のいい名字が、中田さんやって。それ、真ん中の中じゃない、中のいい中。中田さんなんやって。で、その中田さんは全国で736位で26,700人いてはんねんって。それと俺相性ええねんって。なんや、ようわからんけど。さあ、その竹井の下の照彦ですよ。俺これね、皆さんは、まあ、親の一文字を取ってとかあるじゃないですか。お母さん、お父さんの。俺ね、なんでこの照彦ってついたかというと、まあ僕1965年生まれ、昭和40年生まれ。おかんが、西郷照彦さん。西郷照彦さんって、ヘンミー・エミリちゃんってわかるかな？元キム兄の嫁さんですよ。ヘンミー・マリさんの娘さん。これ、西郷照彦さんの娘さんやけど、の、まあまあ、ヘンミー・エミリさんのお父さんが西郷照彦。が好きやったから俺、照彦ってつけられたの。なんやねん、それよ。あんまりね、なんか、なんなんやろみたいな。ほんで、まあ、照彦って、なんか俺ね、一文字とかあんなんが良かったわ。でもまあ、あの時代の、っていうか、1965年で一番人気があった名前ランキングは、何やと思う？誠。あの時、愛と誠とか、ああいうのがあったからちゃう？誠。で、女の人は、ナオミっていうのが一番人気があったやて。ほんで、去年の第1位の名前が、レンっていう字に、これでハルトって読むねんて。この男の子が一番人気があるハルトっていう名前なんやて。そんで、女の子はリンと書いて、メイ。これが、人気があんねんて。もう何にこいだよね。こいつはほんまにこいつですよ。タイミングよく。ニコルでございます。なあ。まあ、そうやけど、なんなんやろな。名前。どう思う？皆さん自分の名前気に入ってます？まあ、俺はもう親がつけてくれた名前やし、やっぱり竹井照彦っていうので、一時芸名なんかも考えたんですよ。でもやっぱ親からつけてもうた名前と、その受け継いできた名字、やっぱ竹井照彦、やっぱり世に知らしめたいと思いまして、まあ名前を変えずに竹井照彦でやってるんですけどね。まあこいつはニコルっていう名前なんですよ。なんでこれニコルっていう名前にしたかというと、僕ね、ブランドのニコルが好きなんですよ。それで、まあ、ニコルっていう名前で。で、あだ名というかもうニコ、ニコってこう、読んだりしてますけどね。それと、まあ、あだ名とか、あるじゃないですか。俺、子供の頃ね、てるひこやったか、てんこって呼ばれてましたね。てんこって。それで、まあ、あとはね、クラス友達から、かけらって、俺ちっちゃかったからね、かけらって呼ばれてましたわ。てんこかかけらっていう。皆さんも自分のあだ名とか、どうです？ほんで、友達とかおったでしょ？小学校の時なんか、俺、安永いうやつ、そいつ、家ガス屋やったんですよ。あだ名ガスなんですよ。そのまま。ほんで、40歳ぐらいの同窓会の時に、行った時に、やっぱりみんなガスって呼ぶねんな。あれ、あだ名で呼ぶねんな。もうちゃんとした大人やのに。あとはね、まあ名前は言えないけど、女の子なんですけど、その子の家ね、小学校の時、ちょっとこう、ね、課外授業で外行ったりするじゃないですか。だからそいつの家の前に行った時、犬のうんこだらけだったんですよ。前の庭のところが。そっか、あだ名、うんこなんですよ。ひどいやん。ほんで、その同窓会行った時は、あ、うんこ来てあるわ、って、綺麗な人のあれになっとったよね。でもやっぱあだ名が買ってまう時は、あ、うんこや、って。ね。ネタ見てください。ようこそ。結論から言おうか。
これが令和の54歳。どう？54歳の俺、どんな感じか教えるね。あのさ、54歳の俺が大阪通天閣がある漫画みたいなおじさんが住んでるあの町に行ったらどうなるか聞きたい？子供は旅行でお父さんに初めて連れてこられたこの町。おじさんが通天閣見上げて、お前が降りてこいって言ってるおじさんを見て、この町のアトラクションだと思ってるじゃん。若者は松葉杖を小脇に抱えて、病院遅れるって走ってるおじさんを見て、TikTok の撮影だと思ってるじゃん。お年寄りは自分の歯より本数が少ない年下のおじさんばかりを見て、若返るじゃん。その中間54歳の俺、そんなおじさんに頑張れよって言われたじゃん。あのさ、54歳の俺が通天閣があるあの町に行ったらどうなるか聞きたい？子供はお父さんに初めて連れて来られたこの町。ふわふわの服を着せた犬を散歩させてる上半身裸のおじさんを見て、この町のアトラクションだと思ってるじゃん。若者は、あかんあかん、そんな話は二日後にしてくれよ、そんな話は、ってよーく見ると、携帯電話持ってないおじさん。そのおじさんを見て、ああ、あれが最新のスマホ、iPhone21 か、と思うじゃん。お年寄りは、串カツの肉を歯と歯の間に挟んで食べてる年下のおじさんを見て、若返るじゃん。その中間54歳の俺。そんなおじさんに串カツ一本おごってもらったよ。ありがとう。あのさ、54歳の俺が通天閣に登ったらどうなるか聞きたい？子供は通天閣から見える大阪の街を見て大喜びじゃん。若者は通天閣から見える大阪城を見て豊臣秀吉の偉大さを感じるじゃん。お年寄りは通天閣から見える歩いてる人を見て、関西人で意外とちっちゃいのって言うじゃん。その中間54歳の俺、下でおじさんに、お前が降りてこいって言われるじゃん。今日はですね、まぁ、ちょっと自分の名前というか名字についてちょっと話させていただきましたけど、皆さんもね、調べてみてください。自分の名前がどのランキングかみたいなね。ほんで、武井っていう全く同姓同名の人をもしもいてたらコメントください。何してはる人なのかみたいなのちょっと聞きたいよね。武井でなんやって言ったらね、なんか機械工業とか農機具の会社とか武井とか結構そんなに出てきたわ。なんかね、名字とか名前っていうのは面白いですね。あいつどこ行ってんニコル。あいつああいうやつよ。だからもう自分が話題になるなと思ったところにあえて来んのよ。あいつも腹立つわ。ほんまに。また明日。チャンネル登録、ツイッターフォロー、メールメッセージお待ちしております。高評価、いいね、お願いします。